こんにちは、ゆりかです。旬ダイアリーで私インターンとして働こうと思ってて、働かせていただく予定ではあるんですけど、一応最終面接みたいなのが今日オンラインズームであって、しゅんさんが日頃どんな感じの人なのかっていうのを伝えたいなって思ったので、今回動画撮ろうって思いました。普通の面接の動画撮っても面白くないなって思って、思いついたのが題して、面接中に髪を切ってったら面接官は気づくのでしょうか。イエイ、お準備しました。ハサミ、これでやっていこうかなって思います。大人の女性のイメージが前髪かき上げヘアなんで、それ目指そうって思って半年ぐらい前髪伸ばしてたんですけど、それもういいやって思ってもう前髪切っちゃいます。では早速、しゅんさんとの面接の時間があと 1,2 分なんで、ズーム入ろうと思います。ゆりかさん、お久しぶりです。お久しぶりです。元気でしたか？めちゃめちゃ元気です。大阪戻ってどうですか、最近は？めちゃめちゃ就活に対してモチベ上がって説明会行ったりしてます。ん？メーカー？説明会。説明会。はい、説明会。いいね、それは。はい、実際に行動してるっていうのがすごいいいよね。ありがとうございます。今後はどうしていきたいとかある？地方じゃ就活に不利だなってすごい思って、今オンライン授業だし余興しちゃっていいかなって思ってて。思い切るね。テンさんのところで働いていいですか？ゆりかさんがどういうキャリアプランで進んでいくかっていうのによるかなと思ってて。ごめんなさい、ちょっと Wi-Fi が、あ、ちょっと待ってください。なんかオフになったわ、ビデオ。これ音聞こえてますか？大丈夫ですか？私の声聞こえづらくないですか？全然聞こえづらくない。全然なんか聞こえる。いや、ちょっと聞こえにくいんですよね。ちょっと待ってください。今大丈夫ですか？うん。あ、よかったです。すいません、お話途中だったと思うんですけど、もう一回いいですか？ゆりかさんがどういう人生を歩みたいのか、で、そのための手段として俺たちの活動とか会社が合ってるのであれば働いてほしいと思うんだけど、はい、そうですよね。やっぱ選択肢いっぱいある。会社って370万社ぐらいあるから、もっといろいろ見てから決めるっていうのはありだとは思う。なるほど。今状況とかをもうちょっと詳しく聞けたらなとは思う。じゃあ今日ちょっと長めに話す感じですかね。一瞬トイレ行きたいなって思ってるんですけど。トイレ、どうぞ。ごめんなさい、いいですか？すいません、はい、ビデオオフとミュートしますね。はい。気づかれない気がするんですね。もうちょっとどうですか？もうちょっと行こうか。おー、結構ちょっと見えてきましたね、今。これ気づくでしょ。あ、すいません、どうした？あ、戻った。はい。そうで、今どういう感じの状況なのかっていうのを詳しく知りたいなっていう。8週間上京して就活して、やり方っていうのは分かったんですけど、まだまだやりたいことが見つからないなって思ったし、自己分析するうちに分からなくなっていく子が私の周りにも多くて、それに対して答えれない自分がすごく悔しいっていうのがあって、しゅんさんの活動自体にすごく共感できて、しゅんさんのところで働きたいなっていう。なるほど。俺たちとしてはもちろん会社伸ばしていきたいとか、チャンネルを伸ばしていきたいって気持ちが一番先にあって、人とか物とかお金とか注目とかをそのために集めなきゃいけないなっていう段階で、本気の人じゃないとやっていけないと思うんだよね。想像してる5倍ぐらい大変だと思うし、ガクチカの経験を積みたいぐらいの温度感だったらすぐやめちゃうかもなっていう懸念はある。そうですよね。ちょっと一瞬充電していいですか？ごめんなさい、ちょっと待ってください。OK です。自分たちと同じ船に乗るっていうのは、はい、いろんな目的があっていいと思うから、経験積みたいとかでもいいと思うんだよね。ただ泥臭いこととかマジでいっぱいあるから、そこら辺の覚悟があるのかっていうのは聞いておきたいな。覚悟は本当にあって、 YouTuber って花形って思ってたんですけど、1週間の状況生活通してしゅんさんが本当に働いてらっしゃるのだなってすごいちゃんと働いてはいるかもしれないね。裏方の部分とかがあるっていうのは確かに知らなかっただろうね。そうですね。編集とか地道な作業が多いんだなってすごい実感して、それでもしゅんさんの思いとかがすごい伝わってきて、自分全然スキルないし何も取り得ないんですけど、できるだけ力になれたらなっていう。ありがとうございます。リモートで働くとかだったら多分今すぐにでもやってきるんだけど、はい、場所も移して完全にフルコミットってなったら、ゆりかさんも結構な覚悟だと思うんだよね。俺が逆の立場だったらどっちかというとやっちゃえ精神の人間だから多分飛び込むとは思うけど、いざ自分たちの友達とか仲間が入るってなったら、やっちゃえやっちゃってとかは言えない。ビデオオフになってるわ。あれ、どうしよう。これ以上切りたくないんで足目にするんですけど、こんなに切るってなかったんだけど。
すいません、Wi-Fi 弱くて。定期的に弱くなるんかな。てかさ、はい、なんか雰囲気変わってない？雰囲気変わりましたか？なんでだろう。前髪切った？気づくの少ないですか？最初どこまであったか知ってます？覚えてない。ここまであったんですよ。マジ？ジュンさん、気づくの遅すぎて前髪なくなりました。すごいね。あ、動画も回した？ちゃんと回しました。おお、素晴らしい、優秀。前髪切ったらみたいな。面接中に前髪をちょっとずつ切ったら面接官は気づくのかっていう。気づかんわ、それは。いや、私絶対気づきますよ、しゅんさんが切ってた。結構違いますよ、これ。ここですよ、最初。てか伸ばそうとしてたんですよ。そんなの知らん。いや、そんなこと知らん。いやしゅんさんが早めに気づいてくれたら1ヶ月ぐらいで一緒の長さになれるかなって思ったんですけど、これ大丈夫ですか？ギリセーフだと思う。いや、無責任すぎる。そういうことね。でも採用です。いや、素晴らしい。すごいね、度胸が。いや、こんな切ると思ってなかったです、正直。逆切れされても怖い。もっと早く気づいてくれるって思ってました。ちゃんと見てくれてるのかなっていう。いや、なんか乙女なさんといて。検証結果、しゅんさんは女の子の心を分かってないっていう。いやいや、あれも気づかんよ、そんな。いや、これはさすがに気づきますよ。ということで、続きよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。失礼します。これやばくね？